で、これはね、別にバンドでこう少なくても、まあいいのかなと。でもなんかこう作っとくと、ドラマとか作った時に音楽、ほらオリジナル音楽じゃないと YouTube とかはこう文句 つけてくるじゃない。だからこういうのちょっと作ってストックしときたいなと思ってるんですよ。これはやっぱその高校だか大学だかの頃に敦夫君が作った曲でね、なかなか綺麗な曲なんですよ。朝日の差し込む部屋の窓辺でお前は白い椅子に腰掛けて微笑み返す瞳はとても美しく輝いて、駆け抜ける心追いかけて追いかけてだったかな。ちょっと待って、駆け抜ける心追いかけてだった。失礼しました。でもう一回最初から行きましょうか。せーの。朝日の差し込む部屋の窓辺でお前は白い椅子に腰掛けて微笑み返す瞳はとても美しく輝いて、駆け抜ける心追いかけて、人生の中お前は行く、俺と二人で追いかけてゆく心の夢は風のように透き通り、言葉にならないだけどお前は愛しいやつなのさ、夢は果てしない心の空に、舞い上がる鳥のように飛んでゆく、俺と二人で。失礼しました。夢は果てしない心の空に、こうだ舞い上がる鳥のように飛んでゆく、俺と二人でツタンタランタンツタンタラン、俺と二人で。俺と二人で。いつまでもどこ
こまでも、こんな感じです。ちょっとこれも直さないでね、みんなで直しましょうよね。ちょっとねやりやすいようにね。でバンドでガスッとね作りたいと思っていますよ。じゃあね。